一月二十五日月曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。 新房二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。冒険心といえば、はいえー、もうすでに日本放送で記者会見をしてしまいましたんで行かざるをえなくなってる太平洋横断なんでございますが <laughs>、ね、え船の整備が一応仕上がりまして、はい、先週末ということはつまり昨日一昨日ですね。 えー、私のホームポートであるところの大阪湾の港まで運んでままいりましたはいおめでとうございます、はいえー、とい基本的にあの一人で運んでまいりましたう、はい、えこういうのはもうだんだん一人に慣れていかないとね、えー、そうです、ね、それでやっぱこうなるとですね、まあ、無事に帰ってきたことを前提にその後どうするかとこういろいろ考えるわけですよ、えーね、で先週もお話ししたように私は将来的にはですね あの食べ終わった後のアボカドの種を栽培することによって, <laughs> ってアボカド農家で一旗あげると、えー、これ考えたんでありますが、はい、先週あの、ね、この番組にお寄せいただいた方の情報によると30年前から育てていてワンシーズンに100個ぐらいだとすると<う>今アボカドの売られている単価を考えるととてもじゃないけれども <laughs> <う>これで財を成すのは無理だろうと。えー ね、でバナナも一つ先週大きなテーマとして取り上げられたんですが、えーはい、バナナもなかなかね関西の気候で温室を使わずにこれで商売になるかといえばかなり厳しかろうと、まあ、岡山のね、えー、川まで食べられるバナナみたいな特殊なものを作ればいいかもしれないですけど。えーはいはい きっっっっとと相当頑張てて作ってらっしゃるんだと思いますよあとキーウィーってのは比較的、えー、あの寒冷地でも大丈夫だって,って、うん、日本でも結構本気でやればキーウィーは,は育てられるらしいんですけどもうん、うん、でも先週末からこの八百屋とかスーパーに行ってですね野菜売り場果物売り場に売られているこのキーウィーであるとかアボカドを眺めていると、うん、これは。<laughs> うんなかなかこれで5点建てたりフェラーリ買ったりするのは難しいんじゃないかと。それも、ね、大規模にですよ、はい、大規模にたくさんの人にお願いをして、うん、巨大農場でもやってオーナーでふんぞり返りはまた可能性はあるかもしれませんが<笑><笑>、えー、私は自分で育てることにこの生きがいを見出してるわけですよ。よ、えー、自分ででちちまちま育てられる範囲で え重さあたり単価が高くてなんかこう老後楽に暮らせていけるようなそういう農作物はないのかと。 うん、こう考えたんですよでまだ考えてたんですか、ね、いやいやずっと考えてんですよ <laughs> はい、はい、昨日も船を運びながら船の上で考えてたことはその1点ですよ <laughs> どうやったら老後ね <laughs>、うんえー、自分の趣味も生かしながら何かを栽培することによって安易にお金が儲かる方法はないのかといろいろ考えたんですパクチーというのも一つ考えたんですが、<laughs> えー、パクチーはね需要がほら 好き嫌いあるじゃないですか日本国民全員がお米のようにパクチーを食べるようになるかというとなかなかそれも難しかろうと私は買いますよそうですかじゃあ一束五万円いやそれ買わないですそうでしょ買わないですよ採算ベースを考えたときにやっぱ今売られてる今パクチー店で買うとそこそこの値段しますけれどそこそこの値段しますけれどもだけど流通経費販売経費いろんなものを入れたときに ああ、買う側の立場からすると、パクチーこれ一束で300円とか400円とか、大して使いやしないし、栄養があるわけでもなかろうに。<laughs> うんまあ匂いはなこれがないと確かにタイ料理は寂しいけれども、ね、と思うと、まあ、400円出して買えますけれども、えーうん、でも買う側にとって400円はそこそこ心理的抵抗があるんで,なんですよね,すねだけど栽培してる農家の側からすりゃですねそれお宅まで届けて、ねうん、栽培して一生懸命いい状況の中で手間暇かけて収穫して、えー、流通に乗っけて皆さんのところであなたが400円払ってくれるかもしれませんけれど <laughs> 私のところに 残るるののはいいくらなななよって話にじゃないですか <laughs>、ええええ、そんなことを考えると、うん、なかなか日本でいろんなものの生産者の皆さんまあ私ね100円ショップ行くたんびに同じこと考えるんですけど結構大変だろうなって思った時に、うん、何か個人で栽培して単価が高くて。うん もしかすると一攫千金できる農作物はないのか,いかは、はい、昨日一日考えて結論が出なかったんです。出なかったで今日実は私朝からですね <laughs> あのマンションの排水管の掃除というのがありましてね,働きますねビッグイベントっていうのがあっていや私が掃除したわけじゃないんですプロの業者の方が来るから家で待っとけっていうのがあって、えーえー、家で待ってたんですよ。はい、で家で待ってた時にしばらくこう読みためていたあのいろんなものをダイレクトメールみたいなやつ送られてくる じゃいいじゃないでですかうん、うん、で送られてきても必ずしも読むとは限らないですよね、カード会社から送られてくるものだとか、<laughs> スチ飛行機会社から来るものだとかっていう小冊子みたいなやつありますよね、あ、えー、あいうの大量に貯めてあるんですけど、私、ね、ああいうの捨てられないタイプなんですよ、<う>とりあえず1回でも目通さないと、ゴミに捨てられないんで、えー、とりあえず見るわけです、で今日、そのマンションの排水管の工事に来るののの、えー、待,待ち受け時間っていうんですか。えー 最大三時間ぐらい待ってなきゃいけないという状況だったんで、うん、えそういうものを全部これを機に読んでしまおうということで一、うんうん、個一個読んでた、うんが、はいはい、ダン・フミさんのエッセイにぶち当たったんですよ<え>ダン・フミさんご存知ですね、はい、あの家宅の人書いたダン・カズさんから,からのお嬢さんですよねえ、はい、素敵な方ですがダン・フミさんのエッセイを読んでいてこれだと膝を打って 私は思わず種を買ってしまいました <laughs> 早いですね何ですか、はい、今度は 聞きたいですかこれちょっと企業秘密だからな私これで将来ですね家建ててフェラーリ買うつもりなんでなかなかちょっとこれラジオでお話しするわけにはいかないんですけど松山さんがどうしてもって言うんだったら聞かせないことはないんですがしたいい本当に聞きでですすかかっなそれはかんないそのダンフミさんのエッセイを読んでいてですね「これだ!」とハトと膝を打ったのが。 サフラン栽培サフランわかかりますご飯黄色くするに使うじゃないですかサフランライス地中海系の料理ですねブイヤベースであるとかああいうの作る時にクロッカスのめしべってやつですよ糸みたいなあれあんまり料理しませんです山さんいやサフランってそうなんですかサフランっていうのはクロッカス科の植物のめしべなんですよこのがですね 赤い、それこそ、そうですね、長さにして1センチ5ミリから2センチぐらいの糸のようなものだと思ってください。乾燥させるとそういう状況になるんです。赤い糸みたいなものですね。赤い細い短い糸みたいなやつが、これクロッカスの、クロッカスのめしべって言うんですが、このクロッカスのめしべっていうやつが、おそらくね、グラムあたりの単価にしたら、 ありとあらゆる香辛料というか、その手のものの中で一番高いんじゃないのレベルの、まあ全部単価を調べたわけじゃありませんが、うん、とにかくサフランの値段ってべらぼうに高いんですよ、えーまあ。スーパーなんか行きますね。スーパーでも小さいスーパーだとまず扱ってませんね。うん、で大手のスーパーで置いてるところは、えー、別のところに置いてたりなんかするんですよ。<ー>万引きされないように。うあまりに単価が高すぎるんで、万引きされるとあの打撃が大きすぎるんで。えー で結構ね大きい瓶に入ってたりするんですね大きい瓶に入ってるんだけど大きい瓶の蓋を開けると何重にもこう乾燥剤が入れられたようなところの先の方にですね中身の方にハトロン紙にくるまれたようなクロッカスの雌しべが何本かしかないみたいな状況でそうなんですそなんえー、他の香辛料なら 100g ぐらい入るぐらいの瓶に 1g とかいう単位で売ってるんです。 その1が1 0 0 0円ぐらいしますよグラム円なんてね<っ>昔のちょっと前の金の値段ぐらいしますからね <laughs> とてつもなく高い香辛料というか、えー、食材なんです、うん、で私あの基本地中海料理系が家で得意料理なもんですから、えー、ブイヤベース作ったりあのパエリア作ったりサフランライス作ったりする時に必需品なんで。 だけど日本国内でとてもじゃないけど買う気にならないんですよ。どうするかというと私、まあ、旅行が趣味なもんですから、中東なんですね、基本的に、多分大量に栽培してるところが、うん、はい。で、イランとか、あの辺あたりのバザールに行くと、トルコとかその辺のバザールに行くと、日本なんかに比べるとだいぶ安くで売られてるんです、えー、だいぶ安いって言ったって、やっぱそこそこしますけどね。だからまあ、中東のバザール行ったときに、私はサフランは大量に買っ 買ってきて国内でまあ消費するという生活をしているんですが、はい、これは作れないだろうなとなんとなく思っていたんですが、はい、ダンフミさんの、えー、解説によると、うん、エッセイによると、うんうん、どうもダンフミさんは国内の道の駅かなんかで、えー、サフランの取れるクロッカスサフラン栽培用というかいいサフラン収穫用のクロッカスみたいなもの,の球根を手に入れて。えー それを自宅で育て始めたところ、最初は鉢植えにしてたやつを地植えに変えたところどんどん花が咲いて、えー、そのクロッカスのめしべとおぼしき、つまりサフランとおぼしき赤い糸のようなものが花から、ね、垂れ下がってるから、これをどんどん収穫して乾燥させて、はい、なんか白い紙の上に今も山盛りになってますっていうエッセイだったんですよ、えーで。それを読んだ瞬間に、これだと、アボカドじゃない <laughs> サフランだ写りにですね、ず分。と思って、即ネットで検索をしたところが、サフランって、だからクロッカスって、小学校の時に水耕栽培で、水で、なんかガラスの器の中にクロッカスの球根を入れて、栽培したじゃないですか。あれは観賞用のクロッカスなんですが。普通にサフランって ネット等で検索するとクロッカスのメシベって出てるわけですよいいでもあの鑑賞用のクロッカスではなくてサフラン取れるクロッカスは別のものらしいんですだだでダムフミさんのエッセイの中にも、うん、その道の駅でサフランの取れるクロッカスの球根を手に入れたって書いてあったわけですよ、うんはい、でで私はクロッカスだからそれは球根なんだろうなと思ったら私がさっきネットでポチッとしたのは、はい 種100粒1000円っっててて書いてあってですね<種>えちょっと待ってよクルッカス球根じゃねえのかと思ったんだけど <laughs>、うん、サフランの種っていう商品でえーえーえー、種それも100粒も入って1000円は安すぎないから球根、ね、にしては安すぎるよなって <laughs> うん、うん、種っていう表現もおかしいよなと、えー、だけど横についてるる写真を見ると。 間違いなく私が想像している、あの、サフランの取れるクロッカスの花に似てますし、えー、その花からもですね、うんえー、数センチの赤いめしべみたいなものが垂れてるんで、うん、多分これを栽培したらだけど、いまだにごめんなさい、これオエアが始まって喋、うん、りながらも謎なんですが、うん、サフランの取れるクロッカスの花というのは、種から育てるのか、それでも球根から育てるのか、そのあたり知ってる人がいたら、 教えてください。あちょっと難題っぽいですけど、<え>あの人、ね。ということで、私はあの無事ヨットの旅から帰ってきて。えて、はいはい、え、生還を遂げましたら、自宅で大量のこのサフランを栽培して。寒高、うん、<laughs> いですからね。サフラン栽培農家になる。決めました。たですね。あの。え。 もういいですか必ず <laughs> 実ることを祈りますせっかく渾身の私の人生設計をお話ししたのに <laughs> いやきっとわかる松山さんのリアクションがとても薄いのが気になってるんですけど来週ぐらいには違うこと言ってそうな気がしますけれどもとりあえず株と為替の値動きから今日もお伝えしていきますいや僕はね決めたんですサフラン栽培でね、うん、家建てるんですわかりました、はい、はい。今日の東京株式市場 <laughs> 日経平均株価反発しました先週金曜日と比べまして190円84銭高い 28,822円29銭で取引を終えました今週から本格化する2020年4月から12月期の国内企業の決算が市場予想を上回る高内容になるとの期待から買いが優勢となって値上がりしたということです為替相場は現在1ドル103円70銭付近で取引されています先週木曜日のこの時間と比べますとおよそ30銭の円安になっています さあ辛抱次郎ズームそこまで言うかこの後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュです四時台には先週に引き続きまして東海大学のキムキョンジュ教授をスタジオにお招きします日韓関係について引き続きお伺いしていきます五時台は新型コロナ感染者医療施設かホテルか先行きが決まらない調整中行き先が決まらない調整中が急増というニュースです さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは、ズームアッ zoom.1242.com。z zoom o 一二1 2 4 2 c o m ツイッターは、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送、辛坊二郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。 まずは先週末から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。和歌山競輪場で1月9日から12日に開催された岸和田記念競輪に参加した選手31人に新型コロナの感染が確認されました。 レース後参加した選手6人が発熱し PCR 検査を受けたところ感染が判明その後全選手113人の検査を行ったところ今月22日までに選手31人の感染が確認されています CNN で名物インタビュー番組を25年間続けたことで知られる司会者のラリー・キング氏が23日ロサンゼルスの病院で亡くなりました87歳でした 死因は明らかにされていませんプーチン大統領への批判を繰り返してきた野党勢力の指導者、ナワリヌイ氏の釈放を求める抗議デモが23日、ロシア全土で行われ、これまでに3000人以上が当局に拘束されましたロイター通信によりますと、モスクワでは4万人以上が集まるなど、ロシア全土でプーチン政権批判の抗議活動が行われました。 西村経済再生担当大臣はきょう午前の衆議院予算委員会で緊急事態宣言の解除要件について東京都の新規感染者が500人まで減少しても直ちに解除するわけではないと述べました日本電気工業会によりますと去年1年間の白物家電の国内出荷額は前の年より1%増えて2兆5363億円でした 巣ごもり需要のの影響でで24年ぶりの高い水準です出荷額の増加率で見ると空気清浄機がプラス56%で最も高かったほかホットプレートがプラス40%余りと大きく伸びました。 ラリーキングさん、あれ最近話題になったよな、と思ったら、そうなんですよ、えー。その話題になった時に、いや、ラリーキングさんといえば、あの、サスペンダーがトレードマークで、はい、私ラリーキングに習って、えー、実はスーツの時サスペンダーしてるんですよ、ね、みたいな話を、ね、この番組でしましたよね。うん あれあの時不法で言ったかなと一瞬思ったんですけど実は今月の初めにラリーキングが話題になったのは新型コロナに感染したということで87歳のラリーキングが新型コロナに感染したというニュースの中でそこまで申し上げてあ亡くなってないですみたいなことまで申し上げたような記憶があるんですがその後亡くなられてしまって昨日今日不法が伝えられたということなんですが新型コロナとの関係は 今のところアメリカでも一切報道されてませんね、たあの今月の初めに新型コロナだったんで、まあ、87歳というご高齢なんで、まあ、特にアメリカのメディアも、新をそんなに大きく報道してないというところなんだろうと思います。うんうん、で実はね まあ、ラリーキング、まあ、私みたいな商売やってると、あのええー、って感じなんですが、一般の人は、もっとこの人の訃報は大きく報道されても当然だと思うんですが、あの坂本澄子さん、うん、坂本澄子さんといえば、われわれ世代にとったら、もう本当にお茶の間の人気者で、紅白歌合戦5年連続出場ですからね、うん、坂本澄子さん、84歳で脳梗塞で23日に亡くなられたということなんですけど、はい、もうちょっと大きなニュースになるかなと。 なって当然だなと思うんですが、坂本澄子さんが今月の23日、脳梗塞で、歳で亡くなられています、うんうん、さあその前にお伝えした、和歌山の競輪場で1月9日から1月12日に開催された、和歌山の岸和田記念競輪に参加した選手。 全選手113人の検査を行ったところ、31人の感染って、どんだけ高い陽性率なの、これっていうこういう時にメディアはほとんどですねエアクラスターが発生しましたっていうだけで、そんなに大きく報道しないんだけど。 クラスターで処理するには多すぎねえか、これ、3割弱の数字でしょ、ちょっといくらなんでも、まあ3割弱は大きす多すぎるんで、これを一般の人に当てはめるつもりは毛頭ないんですが、えーえ、これもね、本来ならばもっと大きなニュースになって、ただこれ、私もこのニュースを先週やらなかったんで、偉そうなことは言えないんですが、1月15日にもうニュースリリースが発表されてるんですけども。 え内場プリンスホテルと苗場スキー場、まあ、関東からのスキー客でいうとものすごい、うん、人気のなじ、はい、みのあるところですよね、ええ、関東からどこスキーに行くって言って電車乗って行くとかスキーバスで行くっていうと苗場が第一候補だったりなんかするぐらい有名なスキー場ですが1月18日から2月上旬まで今臨時休業になってるんですけどす、ね、別にあの緊急事態宣言で客がいないとかそういう話ではなくて、まあ、もしかするとそれもないとは言えないのかもしれませんが。うん あの去年の暮れから今年にかけて、ちょっとずつ感染者が出てるんで、ナイバープリンスは、ですねとにかく働いてるやつ全員に検査するって言って、800人検査したらしいですよ、ね、800人検査したら、31人出ちゃったんです、あこれもね、3.8%陽性率、すごいですよね、これ、同じ場所で働いてるからクラスターだとかっていう人いるんだけれども、いや、そんな。 クラスター、クラスター。じゃあ、これ、たまたま検査したから分かっただけで、そんなこと言い出したら、同じように、同じ釜の飯食ってる人たちって、相撲部屋じゃなくたっていくらでもいるわけで、うん、あの、同じ職場で働いてるって言ったって似たような感じですよね。そうですね。って考えたときに、検査するとものすごい数今出るんだろうなというのが、やっぱ年末年始の感染傾向で明らかなのは、うん、この番組で私何回も申し上げてますけど、年末年始にガッと感染者が増えた理由が、 まあおそらく2つ考えられると、まあ、年末年始の宴会等で感染が会食の機会で一気に広がった可能性ともう一つは年末年始三が日を挟んで前後に PCR 検査を受けに行く人が大量に出て もともとの分母が急激に年末年始だけ膨れ上がったからそこだけ突出して数字が上がったと両方の可能性がありますよねと申し上げました、はい、でそういうものでなおかつあの濃厚接触者みたいなものの洗い出しということで言うと検査が偏った人たちしかしてませんから市中感染のデータってなかなかこういう大規模今回の苗場みたいな大規模にうちの従業員全部やりました代表的なとところで言うと去年の12月に 豊洲市場が3000人規模で検査やったように、うんはい、あのぐらい検査するとやっぱり1%から3%ぐらいの数字で出ちゃうとでおそらくねこのあたりが去年から今年にかけての関東東京地区における感染者数にかなり近いんじゃないのっていう印象で,、うん、でそれがまあ次から次へとこう散発的に出てくるニュースで裏付けられてくるんだけど、うん ただ、これ、ラジオ聞いてらっしゃる方もそうだし、新聞にじゃあ、苗場で800人調べて31人出たって話が、これ、新聞で読んだとか、テレビのニュースで見たとかっていう人、ほとんどいないと思いますよ。これ、相当でかいニュースで、なおかつ市中の感染率を推定するには、かなり有効な手段なのに、なんでメディアは伝えなのかというと、 こういうことが表に出るとですね、不都合がな真実がいくつか明らかになっちゃうわけですよ。この病気に関して言うと、何回も申し上げておきますけれども、ご高齢の方は相当リスクが高いですから、とにかくうつらないようにしてください、うつさないようにしてください。これも大前提としてお話しさせていただいた上で、じゃあ若年層を含む日本における重症化率、死亡率っていうのがどのくらいなんだろうというと、最近のこの数ヶ月間のデータで言うと、死亡率は1%切りました。いいわゆる第一波という去年の,春の時 時に新聞に出ていた感染者数と死亡者数をこれ割り算をすると5超えてたんですねでよくあのメディアに時々登場する、えー、ちょっと割と変わったことを言う大学の教授の方がですね当時40万人死ぬ日本だけでこの第一波で40万人42万人死ぬって言ってお詐欺になった人いるじゃないですかその後もあの散発的にいろんなこと、まあ、まあまあまあ変わったことをおっしゃるわけですけどもその方の その40万人死,亡死ぬという前提になっている数字は死亡率5%と計算してますからね最近の,この実は感染の広がりという分母の大きさから見ると実際の重症化率や死亡率は。 もともと WHO が1月に発表した数字なんかとは全然違う、当時やっぱり5%近い死亡率を WHO 言ってて、その後もいわゆる感染症の専門家と称する人たちは全部これをベースに物事を言ったり、しゃべったり、えー、計算したりするんだけど、いいそもそものデータが間違ってるんじゃないのっていう。ととなると当然 あのそれに対してすべき対策も間違ってくるという悪循環にどうも過去1年間、日本ははまっちゃったんじゃないのかなということが、こんな数字から本当に最近、鮮明に見えてきてるよねっていう感じはします言うてるうちに、最初の時間が、きそうですね。いや、他にもね、なん、うん、何ですか、白物かかげかえ家電で、ホットプレート、これのニュースを聞いて、ひらめきました。はい、何でしょう 今日私晩ご飯ホットプレートで焼肉そういう方が多いんですよだからやっぱ今ねそうなんですよね<ー>外でか外で会食するのにやっぱり我々みたいな仕事すると世間の目ってやつが<ー>やっぱりだいぶ気になりますよね,すね規則守っててもなんとなくねこういう時に限った本田翼ちゃんからご飯行くとか言われるんだよな <laughs> あそうですかズームフラッシュでしたえ 1月25日月曜日、時刻は午後4時を回りました。大阪梅田の日本放送関西社から辛抱二郎と。東京有楽町日本放送のスタジオから増山さやかでお送りしています。ご意見をご紹介していきます。はい、ありがとうございます。文京区にお住まい切落としバームクーヘンさん。ーー実家の母が数年前に庭の隅でサフランを育てていましたが。 結局対して使う機会がないとのことで抜いてしまいました。うわもったいな。タラの目とかヤマウドとか山菜系はいかがでしょうか。対して手がかからない割には都心だと高く売っていますよねと。ああ確かにそうですね。ヤマウドえタラの目タラの目ヤマウなるほど、ね、山菜結構しますもんね。タラの目ね。 ののどううだろうかあいいんじゃないですか私ね何年か前にね、うん、北海道に春先いやまだ、うん、いつ頃だったかな結構春先だったかな、えー、北海道だから、うん、そしたら空港からですね、はいえー、札幌市内に行く道の脇でちょっと写真撮ろうと思って降りたんですよそしたら道端の雑草に紛れてフ、うん、きのトがびっしり生えててえー 思わず収穫してスーパーに売りに行こうかと思ったんですけどね <laughs> すぐ発想がそういうことですねまあでもなんかこう風物詩的に季節ごとにこういただくっていう感じがありまあそういえばすね昔昔子供の時住んでたあの小さい借家があったんですけど、うん、その借家のトイレの前にですね、はい、山椒の木があったんですよほ、はいでうちの母親はあんまりそういう料理しなかったんですけど、うん、近所の人が「はい」 なんか結構ちょっと摘ませてくださいねって言ってやってきては山椒を摘んであれなんか料理の時パーンと叩くかなんかして匂い出すんですよね山椒,の山椒の実じゃなくて山椒の葉っぱ葉っぱ山椒の葉っぱだからそれ子供心に見ながら。 トイレののの横にただだてるだけのの木がこれほど近所の人に喜ばれるのならばやっぱり将来的には三椒かなと思ったんですけど大人になってみたらそんなに三色食ることもないだろうと。あると便利ですけどね頻度にしては。私は知り今知りたいのはですねサフランねサフラン取るクロッカスというのは球根でで 育育ててるるももののののななかかか種ら私は種を買ってしまったんでいや球根ですよって言われると俺は一体何を買ったんだというのかなえっとねちょっとね石川県のサフランの花は綺麗だったさん金沢市の方ね大分県竹田市でサフラン栽培していますここの特産品でサフランが栽培できる球根がありますよって言われて水も使わずその球根を皿の上に置くだけでおしべが生えてきます雌しべか。 生境枯敗でも取り扱って栽培したことがあります。本当に勝手に入ってきました、えー。その不思議な球根が。球根か。そうです、ね。じゃあ何？まじゃあ私が買った種は何だったんだろう。<laughs> <laughs> えー、大丈夫でね一週間ぐらいで送られてくると思います。はい。えー、またこの番組で一体どんなものが送られてきたのか <laughs> ご紹介します。<laughs> まずはね試してみてください。そうですね。試してみて育てて最終的に花が咲いてサフランのようなメシビが出てきたら、OK ですけど。そう別にね変わらないわけですからね。変わらないってだってそれ本物急根だって言われてんのに<ー>どうしたらいいの私は。そのためにも。えー 無事に生還をしなくてはいけないと。そうですはい、そう,ですそういう話でございます。ううすね、ありがとうございます、皆さん。<laughs> ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。感想はツイッターでもどうぞ。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は東海大学の金憲洙教授に今後の日韓関係について伺います。 日本放送がお送りしています。辛坊二郎ズームそこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。いわゆる元慰安婦訴訟の行方。今月の23日に確定した、いわゆる元慰安婦訴訟の判決をめぐり、韓国の外務省は、 被害者らと相談し、円満な解決に向け、最後まで努力すると表明しました。また、2015年の日韓合意に基づき、政府レベルでいかなる追加請求もしないとしつつも、日本側に対して、被害者の名誉と尊厳の回復、心の傷を癒すための誠意ある努力を示すべきだとも要求しました。 さあこの時間は先週に引き続きまして二週連続でお越しいただきました東海大学のキムキョンジュ教授お招きしていますよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願い,いしますよろしくお願いします,します先週に引き続きありがとうございますいい何年です今週もリモートで、はい、ね<え>光栄でございます二週連続でいやいやできることならば直接会ってね <laughs> お話をさせていただきたいところなんですが 本当はねこれ直接会って聞かないと全く説得力のない話で申し訳ないんだけども、も、うん、この間、本番終わった後増山さんとも話してて、そういえば次にキムさんいらっしゃったら聞いてみようねっていう話があるんですよ。というのがですね、はい それ前々からね、テレビ出てるキムさんを見て、うちのかみさんが言い続けてる話なんですが、キムさんって年いくつぐらい、よい,いくつぐらいだよ、うん、まあ私、年齢してますから、うん、大体年齢こう申し上げも、申し上げるっていうか、年齢をかみさんに言いますよね、そうすると、えぇ、ー、そんな年、ごめんなさいね、そんな <laughs> こう言うわけですよ、<laughs> で、ちょっと聞いといて,って、何をって言ったら、な、うんであんなにお肌つるつるなのって言っ,てれっあれはテレビだけ、実際にあったらつるつるじゃないのとかって言われてです、ね、いや、うん、あの、 先生本当につるつるでた、ま、卵みたいだよって言うんですけど、増山さん、ツルツル横で見ててもつるつるですよね。なんでこんなにつるつる卵みたいなんだと思いますよねすあの実際あったら、しわだらけです。目元とかすごいしわだらけなのとあと、私、正直言ってこのコロナになって一つだけ残念なのは、はあ、韓国に帰れない。 で韓国に帰ると、まあ、一応なんかこう、皮膚科みたいなところで、管理みたいなのはしてもらうんですよ。 えで、それは韓国の女性みんなやってるし、うん、日本でも結構一般的にはやってるんですよね。でもあのいや,いや別に整形とかじゃないよ。皮膚科まで皮膚科まで行ってツルツルにしてる人いないっすよ。皮膚,皮膚科が基本的にはこうなんていうのレーザーみたいなのでこう毛穴の汚れを取ってくれたりとか。うん、え、そんなこと普通行くんですか普通の女性は。普通やりますやります。でも日本でも気を使ってる方はそれくらいやってますね。うん、そえ,え、でちょ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 っとちょっと待ってくださいね。いねこれさ日本これ下手言うとまた整形だろうとかって言うけど、<laughs> そう,じゃないよそうじゃなくて、韓国の女性は普通に皮膚科に行って、うん、その毛穴のつるつる処理みたいなことをするわけですか。 みんな基本的に。いつ頃からですか。つまりだって<あ>昭和例えば三十年代にやってるはずがないんで。<あ>何年ぐらい前から。ですかこ,れはこのトレンドが出てきたのはここ十年ぐらいですかね。うん、ここ十年ぐらいで私が。こう紹介されて、あこういうのあるよって言ったのは五年ぐらいかな。なんか日本でもらで。それが理由じゃないと思います。うん、だってその前に初めて会った時からツルツルだもん。 そこまで言われるとさ、なんか、いや、これって生まれつきなんですとしか言いようがないじゃない。でも、そうすると感じ悪いよね。 <laughs> いやなんかね食べるものに何かあるんじゃないのっていうそういう説はないですかあすねニニ。で日本にいるとほらニンニクを食べるとね周りの方に迷惑だからとかって言うけど私もう今もう生ニンニクをそのまま食べたりしますよ。焼肉を食べる時に生ニンニクを3等分ぐらいしてそれをこうお味噌につけてお肉と一緒に食べる。 ニニそうするともう次の日まで体中からニンニクの匂いしますいやそれねあの韓国でそれをすると、うん、周りの人もみんな食べてるから、うん、ニンニクって典型的な食べ物で人も食べてて自分も食べてるときは誰も気にならないんだけどそうそう自分だけが食べてると<う>結構大変なことになるじゃないですかそうだから韓国の空港とかに着くとうわニンニク臭いって私ももう感じるようになっただからそらく多分私からもそういうふうな匂いがするんだろうけどそこはもう思いっきり周りの方たち我慢 してねって自分で割り切る。なるほど。この割り切り大切ですよね。でも私れって言うとね、それって言うとあのちょっとちょっと以上の宣伝になってしまいますけどね。この番組であの通販で時々売ってるあの青森のクロニンニクってやつがあるんですよ。これ匂わないんですよ。そうそう。あの日本にいると匂わないニンニクっていっぱいあって、あのそれも食べるんですけど、やっぱりなんかちょっと物足りない。ニンニクはもう食べてうわ。 っこう口臭とかもあらゆる毛穴から出るんですってニンニクのあの匂いはもう何から何まででも多分それが全体の血流をよくしてるんじゃないかと私は思います、うん、なるほどねでもいずれにしてもさ先週もなんかどうでもいいような私の生い立ちで相当時間取られたけど今日もなんかどうでもいいような私はこの十4歳の母の話でこんなに時間取っていいんです。から <laughs> <laughs> 永遠 <laughs> に続くってね。<laughs> いやじゃあそのつしょうもない話ついでててこれもこれ最後にします。これ最後にします。はいうん、あのねそのニンニクっていわゆるそのいわゆるあの料理に使うところの、えー、匂うニンニクあるじゃないですか。はい、あの。 あ、そうか。あれはニンニクじゃなくて人参か。朝鮮人参ってありますよね。あ、ありますあります。あれ朝鮮人参っていうのはあの韓国の人ってどの程度普通に食べるものなんですか。あれはいわゆる日本だと健康食品ってありますよね。はい、はい、あのいろんなあのお酢とか何そういう感覚であの黄莱人参のお茶だったりエキスだったりあの干したものだったりをまずは食べるのと料理だと例えばま代表的なのがサムゲタン。 で韓国って、なんか鍋物がものすごい多いんですね、えー、チゲとかね、えー、かそういう時に、やっぱりこ,うここはっていう時にに、うなぎを日本で食べるみたいに、高麗人参を入れて、まあ、スープを作るっていうのは、よくありますよね人参って名前ついてますけど、や八百屋に売ってるものなんですか。 本当に高級なのは専門店で売ってるけどでも一般的にそれをこう食べやすくそんなに苦みのない料理に使う人参は普通の、まあ、八百屋では売ってはいますけどもそんなにいつも出回るものではないやっぱりその旬があって、うんえー、松茸と同じような感覚。えーうん なるほどねあやっぱ朝,朝鮮半島でも高いもの高いんだでも辛坊さんなんでそんな気になるのこの高麗人参じそろそろなんか使用競争みたいなのがちょっと気になってきましたか <laughs> いやいやこの間もらったんですよこのやつをああーすごいですねだけどね人参っていう名前がついてて、うん、これ人参なんだろうかとかねあ全然ちあのまあどっかなんていうのかな根っこうん、<や>だからまあ人参 ごめんなさいこれ僕ねすごいあの、うん、悪いイメージを持っててですね「朝鮮人参」っていうのは人の形してると思ってるんですよ。それでなんか、ね、あの,の USJ っていうのが関西に大阪にあ,あのテーマパークがあるんですが、うん、ここの「ハリー・ポッター」の展示エリアのところにですね、うん 引き抜くとうぎゃっていう植物が展示してあるんですよ。作り物ですけども、うん、私の中の朝鮮人参のイメージで言うと、うん、なんか人の形したものが地面の中に埋まっていて引き抜くとうぎゃっていうっていう <laughs> そういうイメージなんですけど、あ,あのね人参よりもききってわかります？ 気境ってこれも同じような根っこなんです。あと、チックとか、日本ではあまり食べないけど、ええ、まあ日本で一番わかりやすいのはごぼうみたいなもんかな。うん、とにかく根っこ、根野菜っていう、そういう系列なんですね。で、それってどれもが栄養分がものすごいこう凝縮していて、ええ、例えば高麗人参じん3センチぐらいのでも、実はこれ自然産になるともう10年ものとか。 あの地面の中で10年ぐらいもういろんな養分を蓄えてやっと掘られるものなので、うん、なんかそんなうギャとかさなんかお今な、<laughs> うギャって人の形でうギャとか言わないで,ないでこれは山の恵みなんだなと思って、ね、つ,いついでにもうしゃべっちゃいますけどねついでに今日は余談は全部出し,出し尽くしますけどその同じ根菜類でいうと <laughs> ごぼうってありますよね。ね、はい、で あの北朝鮮の拉致被害者の蓮池さんだったかな、うん、あの,の手記かなんか本の中に出てくる話なんですけど、うん、そうううわりの時にわれの身になっているとで常に監視員がついているとで食べるものもないとでだけどひもじいと何か食べるものがないかと思って近隣を土手を散策していた時に監視員がついて散策していたんだけど、うん、蓮池さんじゃなかったら多分分かんないと思いますけどあパッと見た時に土手に。うん ごぼうの葉っぱらしきものが見えてこれは絶対ごぼうだと蓮、うん、池さんは思ったらしいんですよ。で蓮池さんはその監視員がいるところで抜い,抜いたら取られちゃうと思ったんで一旦家へ帰って夜に抜け出してその夜中に行ってごぼうを引っこ抜いて食べたっていう話が、うん、確か蓮池さんだったと思いますけど、うん、なんか手記の中に出てくるんですが、うん、その時にふっと思ったのは朝鮮半島はごぼうは食わないのかと。うん だから、気境もそうだし、ごぼうもそうだし、あと、とどくとか、そういう根っこものがものすごいあの食べるのと、あと韓国料理で伝統的にナムルってあるじゃないですか、あるある野菜をね、はいはい、だからそのはい、はい、ナムルも、この高麗人参もごぼうも、そもそもは山に生えているものなんです。 で朝鮮半島って、やっぱりそういう意味では非常に貧しい時代が長くて、ええ、北朝鮮なんかは特に、ね、その貧しいところに行くと、結局は何も食べるものがないから、山で取れるものを取って食べるわけですよ。ええうん、だからそのごぼう、多分にあの日本でイメージするごぼうではない食べ物だと思うんだけど、うん、山,の山に生えてるなんらかの根っこものの野菜を取って食べたっていうのは、なんか私は今、お話聞いたすごいリアル感。 ああ向こうでも、やっぱり今でもそういうふうにしてるんだろうなっていうふうに思いますけどね。ささあ,あ,あごめんなさい、えー、本題に入ります、はい、すみますすせあ今日来ていただいたのは、先週全く話せなかった、あのいわゆる徴用工、いわゆる、えー、慰安婦をめぐって、ですね韓国のムン大統領が、ちょっと従来と違うようなニュアンスの発言を始めてるっていうのは、一体どういうことなのっていう、まあ、そのあたりをちょっとキムさんに聞いてみようという、そういう趣旨です。はい どううなんでしょうか、うん、だからそう、日本に対するアプローチが変わってきたのが去年の11月ですよね、<う>そのあたりから議員団が来たり、あと、国条院のパク・チワンさんが日本に来て、ソブリにお会いしたり、二階さんに会ったりとしていると、ええ、でこれはちょうど11月っていうと、もうアメリカの大統領選挙ですよ。で<う>トランプがこののままもししあ,のあの時に再選していれば 韓国の対北朝鮮政策、あの、対日本政策、対アメリカ政策もそのまま延長されるんだけれども、ここで大きな変化を余儀なくされる事態になったと。 で、おそらく、ムンジェイン政権としてはトランプ政権の再選を願っていたでしょう。いずれにせよトランプ政権の下で、南北融和や米朝会談っていうのが進んだわけですからね。で、それを、まあ、いわば、まあ、作り直さなきゃいけない。そういう時に、今のバイデン政権はいずれにせよ同盟を重視するということを何度も強調しているんですね。ええー。つまり、北朝鮮問題っていうのは、アメリカから見た時に南北問題ではなくて、中国を含めた、 この地域のまあ日米間の協力。 それからもっとこれを拡大させれば、インドやオーストラリアも含めた、その対中国抑制政策のその枠の中に、まあ北朝鮮があるというふうな、その見方をしているので、こうなると韓国が従来のように、その米朝とか南北とか、これをポイントで進めていくことは相当難しい。えー、いずれにせよこの日米かなり、あるいは何らかの対北朝鮮政策を進めていくにも日本に邪魔してほしくない。少なくともね。 だからそういう意味で、まあ日本への姿勢も変化させてきた。つまり日韓関係そのものを中心において、まあいわば外交姿勢を変化させたのではなくて、その中心にあるのはあくまでも北朝鮮だし、その北朝鮮の外苑にあるのがアメリカだし、そのまた外苑にまあ日本があると。 ここをワンセットで、まあ、韓国としても今、仕切り直しを図、まあ、らざるを得ないということでしょうねなるほどでその文大統領はです、ね、記者会見で、えー、いわゆるその慰安婦が日本の国を訴えたでこの国を訴えたということに関して日本としては。 えー、韓国の普通の裁判所が、あの、日本を相手に、えー、裁判権があるということ自体がちょっと異常なので、それは応じられないよということで、日本は裁判に参加していなかったら、まあ、あの、日本で民事裁判をやったときに、えーまあ、訴えた側と訴えてない側がいて、訴えられた側が、あの、裁判に出ていかないと自動的に満額認められるのと、まあ、結局構造としては同じ判決が降りてですね、訴えた側の請求通り満額日本政府、 に金払えっていう判決が出たということに関して、文大統領は記者会見で、判決に困惑しているという言い方をしているわけですよ、うん。だけどね あの安倍政権の時のの2015年かあの時の慰安婦合意で作られた財団、解散しちゃったのも文政権なんで、そのあたりの姿勢とあまりに整合性が取れてないんじゃないのっていう、この指摘についてはどうですかあのまず2015年の慰安婦合意に関しては、ムン・ジェイン政権はまあ相当ね、これはまあ到底、被害者中心主義としては相入れないと、受け入れられないといった。ただ あこまあ財団も解散した、しかしこれは破棄ではないと。 いうことは何度も言ってるわけですね。日本では、いや、事実上の破棄でしょということで攻撃している。ただ韓国はこれ、破棄していないという、こういうスタンスのもとで、今回の裁判の結果が出たわけですね。で、これに対しては困惑している。私はそれ率直なはあの感想だろうというふうに思うんです。<や>日本のメディアで、こう、うん、一部、こう、なんかいい加減なことを言う人は、今回の裁判所の判断は、これ、ムンジェイン政権の意向を組んだんだとか、あの、あるいは忖度したんだとか、 結局、ムンジェン政権もそれをあの願ってたでしょっていうけれども、政治的に見ると、今回の判決はいずれにせよ、ちょっとラインを超えちゃったんですよ。つまり、ここまで主権免除っていうものを、もちろん例外的に認められるケースもあるんだけれども、ここまでこう真っ向から否定するような判決を出してもらしまったら、今、それこそ去年の11月から、なんとか外交的には日韓関係も、もう一回仕切り直しをしたいと思っているタイミング でこれも政府として全く動けない縛りをかけるわけですねなので困惑しているそしてもう一つ大事なのが外交部の声明でも明らかになって 日韓の慰安婦問題をめぐる合意は2015年の合意が公式のものであるということを改めて強調してるんですねつまり結果的には今回の,その韓国の裁判所の判断がむしろムン・ジェイン政権を2015年の日韓合意にこう立ち返らせたと。うん こういうことなんだと思います。つまり、えー、これをもうこれ以上その裁判に振り回されることはないと。で、今回出たそのコメントの中でも、一番ポイントは政府レベルでいかなる追加請求も日本側に対しては行わないという、この外務省の発表なんですね。ここが一番のポイントで、つまり韓国国内でこういう判決が出た。これは尊重すると。国際法違反っていう見方も我々は見ていると。しかし日 日韓の間でこの問題を通じてまた日本側に何らかの請求や何らかのこう態度の変化を要求することはありません、日韓の間での合意は2015年、あれが最終的な合意ですっていうことをもう一回確認したっていうことですいやいや、あのー、確かにね、えー、キムさんの今の説明で、韓国政府のベースの説明してるラインのことはよく分かったんですが、うん、ただ、さはさりながらというと、 えー、2015年の日韓,日韓合意というのはいまだにベースであると。 それが今、韓国の政府の立場だということなんですが、ただ、その日2015年、日韓合意の肝、つまり中心は財団の設立にあったわけで、その肝である財団を解散しておいて、日韓合意が基本ですっていう、その言い方は何なのよって、普通思いますよねこれあの、まあ、財団の設立そのものが、まあ、あの合意の中心にあったのかっていうと、私は、まあ、必ずしもそうは思わない。ただ、まあ、いずれにせよ基金っていう いうのを作ると、これがむしろ中心なんですね。で、財団か,かあの解散したで、基金はままた残ってる、5億円から6億円ぐらい残ってるんですね。で、この使い道を日韓で協議しましょうっていう段階で、もしかしたらまたその過去の財団に変わるようなまあ何らかのこう財団を作るかもしれないんですが、多分辛坊さんがおそらく気になっているのは。 何なのこの態度の変化は、アメリカっていうけど、それだけではちょっと腑に落ちないな、ちょっと態度が変化しすぎてるよねっていう、そういう疑問かないやいやその腑に落ちないっていうんじゃなくてね、うん、つまり、もう多分日本っていうのはまあ政治的にもそうだし、えー事実、事実的にもそうだと思うんですが、2015年の日韓合意というのが、もうまさにあの時に、 不可逆的な最終的な結論だということをもうこれは国民にも説明しているし日韓合意でもそういう文言も入っているしということになるとこの問題に関して日本政府が次に何かのアクションを起こすことはあの政治的にも実際的にもありえないというかないわけですよつまりカードも何も,もないんですよす韓国の側がどんな判決を出そうが文大統領が困惑していると言おうが結局 あの日本側としては何もすることがないわけで、韓国としてはこれ、どうするつもりなのかなっていう、多分おそらくそういう疑問なんだと思いますよそれに関してはもう、あのアイデアがいろいろ出ているんですが、一番有力なのが、あの今度は新しく駐日大使に赴任するカン・チャンイルさんですね、彼がまあ個人的な考えだけどということで、明らかにしたアイデアで、えー、さっき申し上げたその慰安婦基金が、 まず10億円作りましたよね。で、その後、まあ、韓国政府も10億円入れてるんですけど、いずれにせよ、その、慰安婦の方々に、まあ、いわば、その、お金を差し上げてると、支援、金として差し上げているということですね。事実上の賠償金だということで。で、それが、ま、6億円ぐらい残ってるわけですね。 で、今回裁判を起こした方々は、いや、そのお金は受け取れないとして、まあ、受け取らずに裁判を起こした方々なんですよ。で、まあ、一人当たり、まあ、約一千万円ぐらいを支払いなさいと。で、韓国政府がこれ以上日本に対しては、追加の請求はしないっていうことで、この残った6億円の基金を使って、 い、まあ、わば今回の裁判、これ、日本の政府のお金入ってるわけですから、事実上、日本の政府のお金で、まあ、あの裁判の結果に見合う賠償金を支払いますよという形で、えー、落ち着かせようとしていると。 いうことですねただ、それでもあの今回の裁判を受けた方々が、うん、いや、それは納得できないと、それもう一回もう1回拒否したんだし、そのお金は受け取らないと言っても、じゃあ、韓国政府レベルで、いや、被害者の方々、こう言ってるんですけど、日本政府、また何かということはもうしないと、うん、いうことを、ム、ま、ン、あ・ジェイン政権は今回、えー、宣言したわけですよね。 わ、うん、かりやすい話ではありました、えー、次徴用工の話もこれ聞こうと思ってたら時間がなくなってしまいましたねで <laughs> キムさんまた来てちょうだい <laughs> ぜひお願いします <laughs> できることならあの緊急事態宣言解除された後ですね <laughs>、うん あのじゃあ、引き続き、じゃあちょっと時間がないから、この後ちょっと新橋の飲み屋行こうよっていう、<laughs> そういう局面でお願いします、ね、そうですね、その頃にまたお会いしまそれと、<laughs> さっきの謎ですけれども、どうしてお肌がつるつるなのかっていうのが、えー、俗人的なものなのか、それともあの皮膚科に行けばみんなそうなるのか、そのあたり、ちょっと若い人に聞いといていただければ。<laughs> うん そう、家帰って報告ができます。だから、<laughs> うん、あの美肌の秘訣は生まれつき綺麗なのと、はい、年取ってからはお金です。<laughs> <は>ね、<laughs> <laughs> お金ですか、わかりました日本だてです。ありがとうございました。東海大学の金ムキョ教授でした。ありがとうございました。一月二十五日月曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です。<laughs> 日本放送の増山さやかです。 辛坊二郎ズームそこまで言うかここで恒例の辛坊さんのエンディングリクエストですそうですね先週月曜日に私が子供時代に好きだった曲ということで「えー、花はじめとクレイジーキャッツ」で、えー、連想でですね、はい、そういえば小学校の頃ってどんな音楽聴いてたかなと思った時にちょ <laughs>、ね、っと浮かんだのが「はい、ザ・ カーナビーツかカーナビーツかカーナビーツかなーーツ OK っていう曲があるんですが正、はい、山さん知ってます ?OK 知らないあそうっすか私この曲なら今でも歌える自信があるなさあどうぞ君がいれば OK 愛があれば OK 君がすべてさあ,ああああもういいや <laughs>

これ私も思ったんですが想像よりもヨットが小さく見えて驚きましたあのサイズの船で出航するんでしょうか何ヶ月も過ごすのに狭く感じたりしませんかといや、あのね、太平洋横断するヨットのサイズとしては、はい、私が今回使うヨットはだいぶでかいです。うんあ あの常識的にはえ、そんなでかいヨットなら世界一周いけるんじゃないレベルのでかいヨットです。白石耕次郎さんの特殊なレース艇みたいなやつは別,、えー、別ですよ、あれはね、とんでもなくでかいです。いでも、クルージング艇の中では、私の使うヨットはかなりでかいヨットの部類だと思いますね。 うん、分かりましたあの今日ですね家からですね、うん、電話がかかってきて、うん、うちのかみさんが何言うんだと思ったら、はい、なんか日本放送から巨大なものが送られてきたけどこれ何って言うんですけど、ええ、前回記者発表した時にパネル作ったじゃないですか、はい、ヨットのあれが今になって送られてきてですね。はい <laughs> それ写真に今日か明日アップで。アップします。ので、ね、これで全体像を見てください。うんうん、はい、お願いします。はい、お願いします。メールはズームアットマーク一二四二ドットコムで引き続きお待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。新型コロナ感染者行く先決まらない調整中が急増。 共同通信の調査によりますと、新型コロナ感染判明後に、医療機関に入院するか、ホテルや自宅で療養するか決まっていない調整中の人が、緊急事態宣言が出ている11都府県で、少なくとも1万5000人に上ることが分かりました。1ヶ月前とと比べて、て兵庫ははは5.8 4.8倍、倍東京倍急増しています。私は基本的に、えー、恐怖を煽って でえー、視聴率取りに行こうみたいなことを一切しないというかそういうことを嫌うタイプなので、はい、あまり怖い話はあの本当に怖い話はちゃんとしますけれどもそうでないときにはあまり極端な表現は使わないタイプなんですけども、はい、でも現状、これを見ると残念ながら新型コロナに関して完全に医療崩壊は。 あの、よく、ね、お医者さんが出てきて、医療崩壊しますから気をつけてくださいっていうのと違う話として、はい、医療崩壊は現実に起きてるよねっていうのが実感ですね。すだって、だって何が起きてるかというと、はい、新型コロナの陽性者として認定されます。陽性者になります。そのものすると、今一応国の施策として、あの、2類以上相当の感染症というので、原則入院なんですけども、うん、そうするとまあ数が増えすぎちゃって、 たんで一派の時にまあ無症状の人や若年層に関してはまあ自宅でもいいですしホテルでもいいですよっていうようなことを決めて、えーえー、まあ六十五歳以上の高齢者であるとかうん基礎疾患のある人に関しては入,入院してくださいねっていうふうに方針変更しましたよね、はい、でその方針に従って行われていれば死なずに済んだ人は相当いるはずなんですよ、はい、ところが六十五歳以上あるいは六十五歳よりも若くても基礎疾患を持っているんだけれども受け入れ先が見つか かからないといととうことでしばらく自宅にいてくださいねって言われていて死んじゃう人が結構最近目立ち始めてる。でその中に ま、病院に入院しててもやっぱり死んじゃった人もいるでしょう。だけどもしかすると、そのうちの何人かは入院していれば助けられた可能性がある。うんはい、で、えー、この病気はもう春先からずっと言ってますけれども、どういう状況になるかというと、えー、人によっては重症化すると肺炎がひどくなってきて肺が水没状態になって酸素が取り入れられなくなるので、まずは酸素吸入しましょうと。で、酸素吸入だけで、特にご高齢の方は、 80、90だと実際問題として、ちょっともう日本の医療が異常なことになっているのは、今新型コロナに関して言うと全員あの無料なんですよ。そうすると、例えばエクモっていう動脈から血液抜いて酸素投入して、動脈から戻すっていう治療がありますね。実は今回の新型コロナが流行する以前、エクモっていうのは原則として、 75歳以上の人には使わないようにしようねと。体に負担が大きすぎるし、まあ、コストパフォーマンスというわけじゃないですけれども、もともとこの ECMO いう機械は心肺同時移植みたいなことを前提に作られたものだから、はい、で、じゃあ80代90代の人に心臓移植するかっていうとしないわけですよ。で、同様にやっぱり80以上の人に ECMO って普通使わないよねっていうのが、 新型コロナの以前の常識だったんですが、今、まあ、マスコミがエクモエクモって言うもんだからっていうのもあるし、本人、家族も使ってくれっていうケースがあるんだと思いますけども、うん 80代後半でエクモを使うという異常事態になって、全世界の中でこんなことしてるのは日本だけですから。ああ全学医療、ただですから。えー、で、エクモって1台使うのに医療スタッフが8人ぐらいいるんですよ。はいはい、で、80代以上の方にエクモ使うなんていうことは全世界的に想定されてないんだけど、日本はそれもやると。だけど、そういうことをしてもらえる高齢者がいる一方で、 65歳で入院先決まらずに酸素吸入だけすれば助かったかもしれない人が入院できずに自宅で死んじゃってる現状は、えー、これは医療崩壊でしょ。うんでね、だけど、まあ、何回も言ってますように、えー、それはキャパ以上に患者が増えたらどういう国だってどんな状況だって医療崩壊します。だけど例えばイギリス 日本に比べると死者も感染者も人口当たりでいうと20倍以上のとんでもない数の死者や感染者が出ています、はい、じゃあ、医療崩壊しているかというとそうでもないんですよ。というのは例えばイギリス全土のベッドのうち今、だいたい3割弱ぐらいはコロナの方が入院されています。 コロナに割り当てられてる、そのベッド数が数パーセントしかないから数、数パーセントのベッドがいっぱいになっちゃうと、他のベッドガラガラに空いてても、酸素吸入さえしてやりゃ助かるね、あの人が入院できずにいるわけですよ。この制度、システムおかしいでしょ、どう,どう考えたって。で、いや、それはそういう人を入院させると、院内感染で感染が広がるかもしれませんから。だけどね、目の前で人が死んでいくかもしれない。病院に入院させ、 ただ助かったかもしれないっていう人が続発している状況の中で、いや、とにかく自宅にいて死んでくださいっていうのか、いや、とりあえず院内感染のリスクもあるけれども、とにかく入院させて酸素吸入させますかっていう、うん、今、ね、あの患者が増えてくるとどうやったってそういう選択は迫られるわけだから、はい、感染防止してそういうふうに数がならないようにしましょうは当たり前なんだけども、ベッドの数で感染者が決まるわけじゃないからね。で非常に盗作した議論に になってのはベッドの数がこれだけですから感染者はこの数より下にしてくださいねって、うん、そんなことを病気が聞くかって話ですよ。うん、でキャパ以上にあの膨れ上がってきたらどうにもならないけどキャパの中なのに死ぬ人が出るっていうのはこれは医療いでしょ何かがおかしいっていうか、はい、おかしいところの理由は分かってますけどもそれもこの番組で何回も言ってますけれども、はい、とにかく人が死なないように何とかしろよと私が言いたいのはそれだけです。以上でした お送りしてるのはザーカーナビーッツホッケーじゃねえよ。オッケです。<laughs> あの、えー、私実は小学校の5年生、6年生の頃にですね、はいえー、八8線で東飯能からディーゼルカーに乗ってですよ。拝、はい、島まで行って、拝島から青梅線に乗り換えて、はい、当時青梅にですね。うん、青梅のスケートリンクと我々が呼んでた。 正式名称は多分違うと思うんですけど青梅にスケートリンクがあったんですよはいはいで私小学校5年生6年生の時に、ええ、ずっと冬になると親に無理を言ってとにかく連れてってくれって言って、ええ、青梅のスケートリンクでスケートしてたんです、はい、でその時にスケートリンクでこの曲がずーっとかかってたの<笑><笑>あそうなんですか今で言う広瀬浩美さん的な。 あまあそうですね。<laughs> 頭の中にね、この OK がこびりついてですね。<ー>だから私今でもね、スケート行くと、スケート滑りながら、この曲が頭の中ぐるぐる回るんです。<laughs> スキー行くと広瀬香美が頭の中ぐるぐる回るのと、で、あの、夏に、あの、海に入るとチューブが頭の中ぐるぐる回るじゃないですか。うん、<laughs> えー、ええー、え。あれと同じで、えー、私にとってはそういう特別な曲なんですね。なんか嬉しそうに聴いているおかげで。いや、大いい最近、あの、青梅線だの、八甲線だの、えー、乗らないじゃないですか、そもそも。<laughs> <laughs> 乗ってらっしゃる方ごめんなさい。そうですよ。使ってらっしゃる方は使ってますから、毎日ね。えー、失礼しました。<laughs> <laughs> お聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダフォーを挟みまして、ショーアップスポー です。 そして、明日の朝6時からは、飯田浩事の、こちらね、OK! 工事役。あこっちも OK だ。OK! <laughs> コメンテーターは、テレビ東京政治部官邸キャップの篠原博明さんです。衆議院予算委員会で、与野党による論戦スタート、そのポイントについて解説していただくということです。で、この午後3時半からの辛抱二郎ズーム、そこまで言うか、明日はですね、東京大学大学院の坂本春香特任研究員をお迎えしまして、日本における ワクチン接種の壁、薬害の経験とメディア報道の課題について、お伺いしますいや、ワクチンはこの春にかけてね、うん、日本最大のテーマになりますね。皆さんの関心も高いし、はい、テレビも視聴率絶対取れるっていうテーマですから、はい、ちょっと明日じっくり聞いてみたいと思います。うん、はいいいいいいいお願ししますす、はい、やーオッケ懐かかなな <laughs> 今日帰りがけこれ歌って帰ろう <laughs> いいんじゃないですか 辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、<laughs> ここまでの相手は辛坊治郎と。まあ、すみません、かでした。今週も聞いて、ちょうだい。オッケー。